皆様、本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。社長のおかげでございます。それでは、これより23年3月期の通期の決算の説明を報告させていただきます。まず、事業内容の方、先にご説明させてください。まず、当社のミッションですけれども、当社はインターネットを通じて、心のつながりを提供するというミッションを掲げております。特に当社は理美容業界でサービスを展開させていただいている会社になるんですけども、まあ、従来ですと美容師さんは、まあ、施術のお客様に対する接客っていうところに、まあ、勉強会だったりとかそういったのを通じてサービスの品質向上っていうところに集中させていただいてたんですけども、僕らの考えはそれ以外の部分、例えばオンラインのところで、例えば EC 機能でいつでも美容室の商品が買えるですとか、24時間予約ができるっていうところだったりですとか、まあ、そういったところっていうところを、まあ、全体をまとめて顧客体験として一人一人に合わせて提供していくことが、これからの時代においては非常に重要だと考えております。まあ、そういった考えのもと、事業展開をさせていただいている会社になります。で、具体的なサービスとしましては、ビューティーメリットという予約管理システムをサブスクリプションのモデルでご提供させていただいております。右側に図記載させていただいておりますけども、まあ、理美容業界と一括りにしましても、こういった多様な業種でサービスを展開させていただいている会社になります。で、続いてビューティーメリットの具体的な機能についてもご説明させていただければと思います。まず、理美容店舗様がお客様からご予約を受け付ける自社のネット予約の窓口といたしまして、店舗公式のスマートフォンアプリですとか、あとホームページやソーシャルメディア等からオンライン上でスムーズに予約まで誘導できるウェブ予約機能、あとは LINE 上に予約の窓口が開設できる LINE ミニアプリ、そして Google 検索や Google マップから直接ご予約ができる Google 予約などをご提供させていただいております。で、その中でも特に力を入れさせていただいているのがこの左上のスマートフォンアプリとなっておりまして、まあ、お店のブランディング向上っていうところを支援する上で、iPhone と Android でお店のブランドでお店専用のアプリとして当社の方で申請させていただいて、お店にご提供させていただいております。で、具体的にこのアプリで何ができるかっていうところですけども、お店専用のポイントっていうところのデジタル化っていうところはもちろんですけども、スタンプカードとかそういったところのデジタル化っていうところ、あとは EC 機能等を通じて、まあ、オンラインショッピングができる、そういった環境をアプリ上でご用意させていただいております。で、もう一つ特徴的な点ですけれども、集客サイトの管理を自動化する一元管理機能というところもご提供させていただいております。特にこの理美容業界においては、新規のお客様を獲得する上では、この集客サイトを活用するということが広く普及している業界でございます。しかし、従来ですと、左側の図を見ていただきたいんですけれども、予約が入るたびに、それぞれの集客サイトの管理画面から予約情報だったりとか、あとはスタッフさんのシフト情報なんかも更新しなきゃいけない関係もございまして、非常に管理が煩雑となっております。そこでですね、ビューティーメリットが右側の図導入後の効果ですけれども、集客サイトの管理っていうところを一元化させていただきますので、まあ、ビューティーメリットの管理画面見ていただければ、すべての予約情報が閲覧できるっていう点ですとか、予約の更新だったりですとか、あとはスタッフのシフト情報っていうところも、ビューティーメリットの管理画面に登録いただくことで、まあ、一括で反映することが可能となります。現在12の集客サイトさんと連携させていただいておりまして、お店さんの業務負担というところを大幅に削減できるのが特徴的な点でございます。で、こちらが予約領域における全体像の図なんですけども、先ほど触れさせていただいた自社のネット予約が左側の4つにあたりまして、右上が集客サイトの一元管理の部分になります。で、右下ですけれども、POS システムと呼ばれる会計システムとも連携させていただいております。会計時のオペレーションが、やっぱ店舗さんの方でも結構大変でして、設計が終わった最後に、その POS システムに対して、どのお客様がどういったメニューを施術したのかっていうところを一つ一つ入力して会計をするっていうオペレーションだったんですけども、僕らのデータ上にそこら辺の情報すべて入ってますので、まあ、そこ連携することによって、最終的な確認のみでスムーズに会計ができるような、そういったオペレーションもお手伝いさせていただいております。で、この仕組みにより、従来分担されておりました予約管理業務っていうところを一気通貫でやらせていただいているっていうところが大きな特徴になります。
で、もう一つ特徴的なところが、この EC 機能というところでして、先ほど自社のネット予約で触れさせていただきました、お店専用のブランド、お店専用のアプリの中で EC 機能としてオンラインショッピングをお客様がご利用できるような仕組みになっております。ただ、この業界全然 EC 浸透してなかった業界でして、その背景としては、非常に美容師さん、スタッフ数少ない中で運営されているので、まあ、EC 始める上で必要な梱包発送だったりとか、在庫管理の業務っていうところがなかなかできなくて、オンラインショッピング始めづらいっていうところの課題感がございました。で、そこでですね、僕らがやらせていただいている取り組みですけれども、まあ、美容師さんがシャンプーとかリンスを実際に仕入れる、仕入れ元であるリビオディーラーさんとシステムで連携させていただいておりまして、まあ、お客様がアプリとかから EC で商品を購入した際には、店舗様は何もせずに、このリビオディーラー様から直接お客様に商品を発送するような、そういった仕組みを今ご用意させていただいております。で、これをすることによって、店舗様は従来お店でしかそのシャンプーとかリンスを販売できなかったんですけども、まあ、オンラインショッピングの売り上げという新たな収益源というところを僕らとしても取り組んできているような、そういった状況でございます。で、続きまして、ビジネスモデルになります。まあ、ビューティーメリットベースがですね、月額のサブスクリプションモデルとなっております。で、右側にサービスパートナーと記載させていただいておりますけども、一部連携している会社さんから連携の手数料も受領させていただいております。で、販売体制としましては、メインとした直販の営業チームに当たるんですけども、先ほど EC の連携でも触れさせていただいた、リビオディーラーをはじめとした代理店パートナーさんによる営業活動も合わせて行っております。特にこの業界なかなか攻め方難しいんですけれども、美容室運営する上では、シャンプーとかリンス必ず仕入れる必要がございますので、どこかしらのリビオディーラーさんとお取引がございます。つまりこの業界で言うと、リビオディーラーさんが一番顧客データを持っているような状況に当たります。まあ、そういったリビオディーラーさんとプロダクト面と営業面でしっかりと組んでサービスを広げていくっていうような、そういった状況となっております。それでは、通期の業績についてご説明させていただきます。まず、通期の業績ハイライトになります。売上高ですけども、前年同期比で19.7%増の13億円。で、サブスクリプション売上高は前年同期比22.2%増の11億6000万円。ARR に関しましては、前年同期比で16.2%増の12億3000万円。で、契約店舗数におきましては、前年同期比で13.8%増の6665店舗。で、月額の平均単価、アープですけれども、こちらは15,446円。カスタマーチャレード、解約率に関しましては0.79%。サブスクリプション売上高比率におきましては、89.7%というところで、まあ、ほぼほぼサブスクの売上が中心の会社になっております。で、続いて、売上高営業利益の進捗っていうか達成率っていうところに当たるんですけども、まず売上高に関しましては、業績予想の13億5000万円に対しまして、13億と、まあ、達成率の方が96.2%となったっていうところですね。なかなか難しかったところはあるんですけども、まあ、主な要因としましては、ちょっと営業人員の採用だったりとか、ちょっと教育の遅れっていうところがあったっていう点。もう一つが年末年始の繁忙期の影響っていうところなんですけども、割と僕らコロナ禍で上場させていただいた中で、前期もコロナの影響って受けなかったので、その、リビオ業界で一般的な繁忙期に対してなかなか営業が難しいっていう状況が起きにくかったんですけども、割とその業界的にも回復している中で、今回はなかなか商談が作れないっていうところでちょっと課題感を感じていたような状況でございます。で、そんな中でですね、3クォーターの失速っていうところを、なかなか4クォーターでも補いきれずっていうところで、まあ、マイナス3.8ポイントというような結果になりました。で、右側の営業利益に関してですけども、まあ、3クォーターのタイミングで若干教育の流れが遅れてるなっていうところが感じましたので、一旦ちょっと採用を抑制したっていうところもございまして、まあ、従来想定していた人件費を使わなかったっていうところもあって、達成率で100.8%となりました。またですね、連結損益計算書上でですね、パシフィッククォーターの株式取得関連費用が約2300万円計上させていただいておりますので、それがない場合、単体の場合のところのグラフってところを参考値として右側に置かせていただいておりますけども、その場合ですと営業利益、3億8000万円というところで達成率。
107.4%というような、そういった結果となっております。で、続きまして、売上高の四半期の推移になります。まあ、4クォーターは3億4336万円というところで、まあ、前年同期比で13.2%の成長という形になっております。で、当社の場合ですと、主に週期限サブスクなので、サブスクの売上高というところの伸びが非常に重要なんですけども、結果としましては、3億トンで477万円というところで、前年同期比16.8%の成長となっておりまして、まあ、サブスクの利益率変わらず約90%というような、そういった結果となっております。で、次に見ていただいているのが ARR の四半期推移になります。まあ、ARR に関しましては、12億3537万円というところで、前年同期比で16.2%の成長となっております。で、続きまして、主要 KPI の四半期の推移になります。まあ、売上未達の原因というところが、まさにここの左側の契約店舗数の伸びというところが鈍化したところが原因でございます。で、特に3クォーターのタイミングで、結構新人のメンバー入れたんですけども、やっぱ営業メンバーで取れるメンバーと取れないメンバーの偏りっていうところが結構発生しまして、もうそういった中で営業全体の底上げっていうところを、まあ、急ピッチでやろうっていう方針で、S 級のメンバーですね、かなり取れるメンバーっていうところを若手が管理する、かなり取れるメンバーを、に対して若手を管理してもらうようなメンター制度を導入して、まあ、成長、組織全体の成長っていうところを今やってるところですけども、まあ、そういった中でもちょっと3クォーターの遅れっていうところを、まあ、4クォーターでもリカバリーできずっていうところで、まあ、契約店舗数はご覧のような形になっております。またですね、もう一点あるとすると、まあ、4クォーターのタイミングで、まあ、数十店舗のチェーン店の解約っていうところが起きまして、まあ、解約といっても、今回買収させていただいたカンザシへの切り替えっていうところが発生したために、まあ、解約率、チャーネットのところも、まあ、0.79で、前クォーターの0.75からちょっと上がってるんですけども、そういった要因も、この左側の契約店舗数が、ちょっと伸びが鈍化したような要因となっております。で、続きまして、売上総利益の四半期推移ですけども、まあ、こちらは安定して80%以上の売上総利益率維持しておりまして、4クォーター時点では2億8000。582万円という形で着地しております。で、こちらが営業利益の四半期推移になります。先ほどお伝えさせていただいた通り、まあ、パシフォーター関係の株式取得の関連費用というところを4クォーターで計上させていただいておりますので、まあ、営業利益率若干落ちて22.3%となっておりますが、営業利益に関しては7644万円というところで、まあ、いやおやで51.2%の成長となっております。で、これ下がってるんですけども、いやが上がってる要因が、逆に22年3月期の4クォーター凹ましてるんですけども、このタイミングの時に割と業績の進捗率、営業利益良かったので、まあ、頑張ってくれた従業員に対して決算賞与っていうところを付与させていただいた関係もありまして、逆に前期の方はイレギュラーで4クォーターが凹んでるような状況で、まあ、このようなイヤの数字が出てるような、そういった状況となっております。で、続きまして、従業員数の四半期推移になります。まあ、多分一番最初の、本当1クォーターのタイミングとかで冒頭お伝えさせていただいて、まあ、今期に関しては20名弱取りますという話をさせていただいてはいたんですけども、先ほど触れさせていただいた通り、ちょっと教育の遅れもあったので、まあ、採用抑制し、まあ、結果としてはイヤオンイヤで10名の増加というような結果になっております。で、続きまして、PL の四半期になります。売上高に関しましては、まあ、イヤオンイヤで13.2%増の3億4336万円。で、売上総利益に関しましては、16.4%増の2億8582万円。営業利益は、その株式取得管理費用も関係しまして、前年同期比で51.2%増の7644万円というのは、そういった結果になっております。で、こちらが累計の PL になります。まあ、先ほどお伝えさせていただいた通り、売上高に関しては、前年同期で19.7%増の13億319万円。で、売上総利益に関しましては、前年同期比で18.7%増の10億7178万円。営業利益に関しましては、20.6%増の3億5996万円。
で、純利益に関しましては、前年同期比で27.6%増の2億3323万円というような、そういった結果になっております。で、続きまして、こちら BS になります。まあ、BS に関して言うと、まあ、大きなところ一つなんですけども、まあ、パシフィックウォーター社のグループ化におきまして、と連結会計年度より BS を連結させていただいております。で、今回の子会社化に伴いまして、まあ、約28億円ののれんを計上させていただいております関係もあって、まあ、固定資産というところが増加させていただいております。で、次に、キャッシュフロー計算書になります。で、こちらはですね、パシフィック他社の株式取得に伴いまして、まあ、長期借入金による資金の調達と手元資金によって回収させていただいておりますので、まあ、期末時点の現金残高というところは前期と比べて減少しております。ただ、ここに関しては、まあ、事業を運営する上では問題ない数字であると我々は認識させていただいております。続いてトピックスのところにも触れさせていただきます。で、今回のトピックス、機能アップデートという形で2つ開示させていただいております。まず1つ目ですけれども、LINE 公式アカウントとのメッセージ連携機能になります。で、ここはですね、まあ、LINE さんから予約を受ける仕組みというところを連携させていただいてるんですけども、ビューティーメリットの方に蓄積されている、まあ、来店履歴だったりとか、来店回数等のパーソナルなデータを活用して、まあ、セグメントを切った形でメッセージ配信ができるような、そういった連携をスタートさせていただいているような状況となります。で、2つ目ですけれども、サブスクリプション機能っていうのが機能になります。で、特に理美容業界ですと、カラーチケットなど、チケットを発行してお客様にお得なサービスをご提供するっていう仕組みが、まあ、従来ですと紙で普及しているような状況だったんですけども、やっぱり紙なので結構アナログな管理をされていまして、僕らのこのサブスクリプション機能をご利用いただくと、まあ、チケットの発行から管理、その購入販売まではですね、すべてデジタル化されますので、またですね、そのチケットを利用した予約っていうところも、もちろん予約の仕組み持ってますので、そのままオンラインで完結するっていうところが特徴的な点でして、まあ、店舗さんの業務負担っていうところが削減できるんじゃないかなっていうところを考えております。続きまして、今期ですね、24年3月期の業績予想についてご説明させていただきます。で、今回の業績予想ですけれども、まあ、パシフィックウォーター社のグループ化っていうところもございますので、まあ、今回の業績予想から連結と社員と単体、パシフィックウォーター単体、それぞれの売上、EBITDA、営業利益の予想を開示させていただいております。まず、連結ですけども、まあ、売上高は、サインと単体の成長と、まあ、パシフィックウォーターのグループ化というところもございまして、売上高19億4800万円というところで、まあ、イヤオンイヤで49.5%の成長。で、減価償却費とのれんを足し戻した EBITDA ですけれども、こちらが4億6200万円ところで、まあ、やんわやで24.3%の成長。営業利益に関してですけども、パシフィックウォーター社の株式取得に伴いまして、まあ、のれんの償却が発生しますので、まあ、その影響もありまして、営業利益に関しては1億4500万円で、やんわやでマイナス59.7%を計画させていただいております。で、サインと単体で言いますと、まあ、23年3月期でですね、まあ、営業メンバーで獲得に偏りがあったという課題を、まずここは最優先で改善したいなと思ってますので、まず教育体制の強化っていうところを、まあ、もう4クォーターのタイミングからもやってるんですけども、進めてるような状況でして、もうここしっかりと組織全体で改善していって、売上高15億700万円で、イヤオンイヤで15.7%の成長を作っていきたいと思っております。で、パシフィックウォーター社に関してですけども、まあ、前提としてパシフィックウォーター社も売上増加っていうところが前提としてあるんですけども、まあ、グループ化によるコストシナジー等をやらせていただくことによって、まあ、パシフィックウォーター社創業以来初の黒字化っていうところを今期しっかりと作っていきたいと考えております。で、こちらがですね、パシフィックウォーターの、まあ、業績推移と24年3月期の業績予想っていうところを棒グラフで出させていただいた図になります。で、23年3月期の4クォーターのタイミングで、本社をですね、まあ、同じ事務所にして、そういった即効性のあるコスト削減というところはすでに済ました状態で、24年3月期をスタートさせていただいている状況でございます。
まあ、こういったコストシナジーというところをしっかりと発揮して、今期パシフォータ社を黒字化に持っていきたいというところが、まあ、大きなところになります。で、こちらがですね、まあ、過去5年間の業績推移と24年3月期の連結の業績予想のグラフになります。まあ、パシフォータ社のグループ化によりですね、まあ、EBITDA マージンに関しては、まあ、若干減少して 23.7% といって下がるんですけども、まあ、売上高トップラインに関しては19億4800万円というところと、で、EBITDA に関しては、4億6200万円というところを計画させていただいておりまして、をグループ全体でしっかりと伸ばしていきたいと考えております。で、続いて成長戦略のところにも触れさせていただきたいと思います。で、従来からお伝えさせていただいた通り、僕らの成長に向けた指針としましては、まあ、契約店舗数と契約店舗あたりの売上高、この2点を拡大していくことが最も重要となっております。で、特に契約店舗数の拡大においては、ターゲットシェアの拡大。で、2点目の契約店舗あたりの売上高の拡大におきましては、プラットフォーム価値の向上というところが重要となってきます。で、まず前提情報として、この左側のグラフさせていただいておりますけども、23年3月期末時点での両社の契約店舗数合わせますと、まあ、グループ全体で1万5000店舗以上のお客様にご利用されているような、そういった規模になります。ちなみに、グループ、僕らのサービスと、かんざしのサービスで、かぶりがあるかというところに関して言うと、かぶりがないので、まあ、単純合算で成立するような形になります。で、シェアっていうところで見ますと、真ん中のグラフ、円グラフですね、記載させていただいておりますけども、大手集客サイトに参画している店舗に対してのシェアっていうところが、約 11.1%。で、リビオサービス市場全体に対するシェアっていうところで見ますと 2.7% となっておりまして、まだまだ獲得余地はあるんですけども、今回のグループ化によって一定のシェアが獲得できるような、そういった状況となっております。で、続いて、ターゲットシェアの拡大において、まあ、両者の役割っていうところもちょっと触れさせてください。まずビューティーメリット。当社ですけれども、まあ、顧客ネットワークっていうところを活用し、もともと従来僕らって既存のお客様からの紹介だったりとか、お客様からのリファラルで結構契約が取れてるっていうような状況もあったので、やっぱりお客様のニーズっていうところを素早く機能としてアップデートさせる差別化戦略っていうところを取っていた会社でございますので、まあ、そこのところを引き続きやらせていただいて、顧客満足度を向上させることによって、まあ、そこからの紹介リードって取ることで、契約店舗数の拡大を図っていきたいと考えております。逆に、右側のかんざしにおきましては、まあ、一元管理機能っていうところですので、まあ、集客サイトさんだったりとか、ポス会社さんをはじめとしたパートナーの皆様とのネットワークっていうところが非常に強みになっておりまして、まあ、こういった連携数っていうところを強化させていただいて、なおかつ連携の質っていうところを上げさせていただくっていうことによって、サービス価値を向上させ、まあ、総合顧客なので、パートナーとの強化によって契約店舗数を増加していきたいと考えております。で、この取り組みによりですね、まあ、既存顧客からの紹介チャンネルと、まあ、パートナーからの紹介チャンネルっていうところをしっかりと強化して、まあ、グループ全体の営業の強みっていうところを上げていきたいなと思っております。で、もう一つの点で言うと、プラットフォーム価値の向上についてのところですけども、まあ、両者、統合によってですね、二役一元管理機能を軸とした、まあ、データプラットフォームを構築していきたいと考えております。で、このデータプラットフォームを活用し、まあ、両者のシナジーだったりとか、パートナーの皆様との連携によって、リビオ業界全体っていうところの DX 化を支援していきたいっていうところがございます。やっぱり予約っていうところがですね、お店、リビオ店舗さんの売り上げのところで、やっぱ最も重要なスタートラインになりますので、この予約だったりとか、顧客データ、まあ、確か売り上げだったりとか、あとスタッフさんの質だったりとか、能力データみたいなところが、このプラットフォームを形成することによって持てるっていうところにおいては、まあ、彼らの売り上げアップに対してどういったアプローチができるのかっていうところは、一定ボリュームのあるデータで測れるんではないかなと思っています。で、実際そのデータを使ってどういった売り上げを作っていくのかっていうところですけども、右側に具体的な方法を記載させていただいております。まず、ビューティーメリットにおいては、まあ、上位プランの強化ですとか、リリースによって、まあ、プランを上げていただくっていうアップセールの動き。あとは、オプション機能とか、新機能を開発することによって、お客様の平均の単価を上げていくっていうクロスセールの動き。
あとは EC だったりとか、先ほどちょっとトピックスでも触れさせていただいたんですけども、サブスクリプション機能等でですね、まあ、決済領域というところにも力入れてますので、その決済でテイクレートしっかりと取って、トランザクションベースの、売り上げも作っていくっていうところ、この3点を強化するっていうところがやらせていただきたい動きとなっております。最後になりますけども、市場規模のところも触れさせてください。こちら、サムに関しては、大手集客サイトに掲載されている約11万店、13万店舗。で、タムに関しましては、リビウオサービス市場の約55万店舗に対して、まあ、ビューティーメリットの上位プランの単価をかけて算出させていただいております。で、まず一番取りに行かなきゃいけないのが、やっぱり一元管理機能って潜在ニーズが高い集客サイト領域になりますので、このサムに関してはしっかりと取っていきたいと考えております。またですね、右側のに記載させていただいておりますけども、未利用サービス市場全体の経済規模に関しては約3.7兆円ございますので、まあ、トランザクションをはじめとした収益領域の拡大によってですね、しっかりとそちらの部分も取りに行くような動きの準備はしていきたいなと考えております。